ただきます。ああうまい。はい、ということで皆さんこんにちは。今日は7月25日の木曜日です。今日ね、今、競技場でちょっと練習をしてきました。ラダーをやって、あとちょっと 100m をね、まあ、快調走っていうんですか、80% か 90% ぐらいの出力で、スパイク相手ね3本かな、やってきました。はい、でですね、今日の動画なんですけども、タイトルにもねあります、写真で見えてきた、まあ、早い人と遅い人の違いということで、私先日ですね、ちょっととある大会で写真を撮ることがありまして、まあ、その写真をですね、いつもパソコンでいろいろ露出とか、トリミングしたりとかちょっと編集したりするんですけどね、まあ、そうやっていろんな写真を見ている中で、早い人と遅い人の違いがこう明らかに違う部分っていうのが、そこで見えてきたので、今日はですね、まあ、そこを皆さんにね、説明していきたいと思います。じゃあ行きましょう。何が違うのかというとですね、もうこれは、まあ、皆さんもね聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけども、膝の追い越しです。膝の追い越し、つまり軸足ですよね。接地した足とスイング動作をしている誘脚、スイング動作をしている足の膝が、追い越せてるか追い越せてないかっていう、そこがですね明らかにその、まあ、早い人と、ちょっと遅い人との、違いが明確に出てきてたんですよ。小学生なんかはもうほぼ膝が遅れてます。で、中学生になってくるとちょっとこの辺ちょっと早い人と、まだまだタイムが13秒とかね、の人たちとまたちょっとそこでも違いますし、これがもう少し早くなってきて、まあ、12秒前半とか、11秒台、まあ、それぐらいで走れるようになってくると、ほぼほぼその膝の追い越しっていうのがねしっかりできてくるようになります。で、トップスプリンターの方たちなんかでは、膝遅れてるっていう人はおそらく僕が知る限りではいないと思います。はい、スローの動画とかがね、出てますので、まあ、その辺チェックしてもらえたらすぐ分かりますけど、本当にトップアスリートの人たちはね、本当に接地足のと膝がしっかりもう、まあ、真横に来ているような状態になっています。はい、で、ここからが重要で、じゃあその膝の追い越しをどうやったらしっかりすることができるのかというと、皆さんよく知ってるのはね、腸腰筋を鍛えましょうっていう、腸腰筋っていうのはね、この、足の付け根ですね、はい、この、辺にある筋肉で、足を後ろからこうやって前に持ってくるときに、まあ、使う筋肉群です。大腰筋、小腰筋、腸骨筋っていうね、筋肉からなっているのが、腸腰筋っていうふうに言われてるんですけど、まあ、そこを鍛えるっていうのがね一番そのよく言われているトレーニング方法です。で、これは、まあ、もちろん僕もやっているんですけど、動画の最後で、僕が昨日かなゴムチューブを使った、その腸腰筋のトレーニングをちょっと紹介してますので、まあ、もしよかったらね参考にしてみてください。あとは、今日もそのラダーをやっている中で、練習したんですけどね、ポンポンポンってこう、まあ、見てもらうと分かるんですけど、とラダーをやりながらね、設置した足と反対側の足はしっかり膝を、ピタッと上げられるような感じで、練習をしたりとかね、そんなこともありますので、いろいろなねトレーニング方法を皆さんもねちょっと試してみてください。はい、でですね、問題はもう一つあります。もう一つ、どうしてもそっちの追い越す側、誘脚、つまり
後ろから前に持ってくるスイング動作のスピードばかりをねちょっと見てしまいがちなんですけど、実はねもう一個大事なことがあるんですよ。ちょっと皆さん見落としている、ポイントがあります。それが、接地足、軸足の位置なんです。どういうことかというとですね、スイング動作のしているスイング動作をしているねこの後ろから前に持ってくる足の位置は同じでも、接地足が前に接地してしまえばこれは遅れているように見えますよね。前接地になれば膝は遅れているように見える。でもしっかり重心の真下あたりで接地ができれば、膝は同じ位置でもちょうどこの真横に膝が来ているように見えるんです。つまり問題はですね、その後ろから前に持ってくるスイング動作のスピードだけではなくて、接地の位置をなるだけ前ではなくて、やはり重心の真下付近に接地をするっていうこともとても重要になってくるということになります。これはですね、人間関係でもね、よくこのようなことがありまして、同じことでね、何回言ってもできなくて理解をしてもらえない、人なんかにね対して、同じこと何回言ってるのにどうして君わからないんだって言ってもですね、それは聞き手側の問題ではなくて、実は私がねうまく説明を、できていないから、相手にねそういったことが伝わらなかったなっていう、そんなことも、あるわけでして、スイング動作の問題だけではなくて、そっちのね軸足の問題もありますので、両方からいろいろとね考えて改善していくと良くなるんじゃないかなと、そんな風に思います。ということで、皆さんもね今スマホとかでねスローとかそういったので動画が撮れますので、一度ねその自分の走りをそうやって撮ってもらって、そういうところをねチェックしてもらうといろいろとね見えてくることがあると思いますのでね、ぜひそうやって自分の走りをチェックしながら、いろいろね練習をしていってみてください。はい、ということで今日の動画はこれで以上になります。いつもね本当にご視聴コメントありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではまた、さよなら。